やるままのここに連れちゃ。そ <laughs> れや。吐き出した。吐き出した。一息で。そうか。 その準備ののためそで息すと手が大きく見えたって息したら体が膨らむでしょそういうこと息入ったけんかモデル体型のそうねいや大きいけどねということで今日も光るママにズバッと回答してほしいという方からお悩みが届いています何でしょうか福岡市の匿名の女性からいただきました「崔さん光るママこんにちはいつも楽しく聞いていますありがとうございます4歳の息子の子育てで悩んでいます」だろうか 息子のすることに対してイライラしてもなるべく怒らないようにしようと思い我慢しているんですが我慢が限界に達して余計ひどい怒り方をしてしまいます、うん、そんな自分にじけこんじけえ自己嫌悪でさらにイライラ、うん、どうしたらいいんでしょうかと簡単だじゃんた何 我慢して我慢して我慢して爆発したときに、ああ、今のぐらいでこんな怒り方したらいかんって反省しちゃったでしょ、だったらもう、だめだなとか怒りたいときに、ため込まずに、そのつどそのつど言えばよかったいやでも、一個一個のことに対してイライラでもじゃない、いや、でもちょっとわかるよ、ね、私、じゃあ、あんたが言え、わ <laughs> かるなら、あんたが教えちゃう私、すっごく思うのが、うん、育児って一番大事なことは待つことだなと思うんですよ。うん でも、もうさ、こっちがやってあげた方が明らかに早いわけで、うん、時間はほら、決まってるっていう時あるじゃない、例えば登園前とか朝はバタバタする、も行かないと遅刻するのは分かってる、うん、だけど自分で靴下を履きたい、うん、自分で靴を履きたいとか、荷物を持ちたいとか、あるじゃない、で全部それを、いやもう時間がないからってやっちゃうと、その成長の芽を積んでしまうことは分かるわけ。はい、だから、待たなきゃいけないっていうのは分かるけど、全部そうしてたら、 イライラ、イライラ、溜まってくるわけ、うん、でもそれでい怒っちゃうと、あなんか自分の都合でその感情をただぶつけてるだけだなってなるから、それはそうだ確かにに自己嫌悪なるわけよ、だからそれは自分でイライラ勝手にしとるだけだ、だったら、イライラ、1000時間に早い起こせそんなのうまくいかないんだよ、うん、起こしたら起こしたで、いや、うん、ー,イエー,イエーイってぐずぐずが始まるわけよ、でもそのぐずぐずは何時に起こしたって始まるわけだ,っけそういうだからって。<う> それでああたね大人みたいにね、うん、あと10分しかないから急ごうとかできないんだから、うん、だけどもうその時その時で怒ればいいって怒るっていうかもう早しなん早しない知らんよってもう時間よ私は言われよったっけそうやってそれが効かんってでも効かんけど吐き出しとけばためとらんけんがでいたいそれをため込んで極力言わないようにしようっていう姿勢が私はよくないって言ってんのでそれで思ってもない怒り方してため込みすぎた反動でしゃがみすぎたから飛びすぎたみたいなさ 今のでこんな怒り方したっていう反省を自分がしてるんでしょたぶね、そしてね、息子のすることに対してイライラするっていうその、そのこと自体、いや、イライラしちゃいかんなって思いながらしてると思いますよそだからそこまで,そこまで深読みしちゃいかんだから、そのいや嘘絶対そうって今、メッセージの文で読み取らない、<laughs> イライラするものが、自分だったらできるのができないイライラなのか、単純に片付けしなさいとか言ったことができないイライラなのか、それはそこに書いてないきゃ分からんでしょ。全全部全部だだとと思うよじゃあ全部だとしてもそのイライララを溜め込んで 溜め込んで貯金されて、うん、ちょっとしたことで爆発されても、子供からしたらなんやねんってなるでしょ、だけちゃんと溜め込まずに、その都度その都度うちはだけ口酸っぱく言い続ける親と、たまにガツンという親はどっちでも、どっちでも言いたい、それ子育てに正解ないといだけバッって、溜め込んで溜め込んで、爆発する自分が嫌なら、溜め込むな、うん、っちゅまあそらそうだけどさ、た、うん、め込まないし、爆発もしちゃうよね。<laughs> <laughs> い<や>何,何あれやったん <laughs> すっごい大変なのがめちゃくちゃわかるのよこれ溜,溜,溜め込まないし爆発もしちゃうよ、ね、<laughs> いやあのね、うん、そんな本当にねあのいやめちゃくちゃ幸せなことよね育児ってだけど本当そんな綺麗なことじゃ片づかんよってことがいっぱいあるじゃない、うん、でも自分も成長するためにぐっと抑えようとかさ、うん、そう葛藤しながら自分も一緒に成長していくわけじゃないだからやっぱりイライラするからってその都度、うん それをこうううう出すっっってていいのはちょっと違うなっていう感覚もわかるよ私だからそのイライラの我慢してる感覚が分かってないかその原因がってことは感覚じゃなくて原因が,、ね、原因がでしょだからそのあんたが言ってるのは「うん、待つ」っていうのは子どもの成長を助けるための「待つ」は別にいいよこれを手伝ったらあかんとかうん、うん、じゃなくて、うん、片付けをしないことに対して」うんうん 私が片付けしてやったら、この子が片付けしなくなるとかじゃなくて、片付けしてないことに怒らなきゃいけないじゃんだから、イライラの状況もイライラの環境も違うから、今、さえちゃんが言った、環境だけのイライラだったら、待った方が、それは私も子供がが成長するために必要なことだと思うけど、ただ、片付けをしなさいとか、なんでこんなことをしたのとか、なんでここを汚したのとか、なんでこういうね、壁にね穴開けたりしたのとか、そういう。 なんかやらかして、それを我慢するのは私は違うと思ってて、うん、それ我慢のやつはんじゃないでもそれでも我慢してる可能性あるじゃない、イライラ、イライラして、そうかしら、うん、ですか、匿名の方。絶対、いや、だからそ、そでも,かもう私は読み取った文章でしか言えないけど、まあね、ただ、イライラしたのをたまに爆発させたときに反省するって、うん、だからなんで反省したのかも分からないの、私は。 うん爆発していいのよ、子供も親もうちのお母さんなんかもう、何百回、何千回大声聞いたから、<laughs> 聞かないもん、やめてよ、<laughs> もう、何回もや分かったのやんたって言って、<laughs> まあ響かないから結局、爆発まで達するんだけどね、そうだから別にせそれでいいと思う、だから何も多分ね、いや、何に対しても怒っちゃいけないから、普段からもう温厚で何をしても穏やかでいいよっていうわけじゃないと思うよ、子育てでいろいろ考える人は。 だから、から別にそれ言ってないじゃない,別に私そういやだから別にイイライラして、うん、でも言わない自分も嫌だけど、うん、それを溜め込んで急に爆発させる自分も嫌なんでしょってうん、うん、だから貯金するなって言いたいことはその場で言えって言ってるの私は。これでも だから、デモじゃないのよ。ね、私はもらった質問に対してね、答えてあげなきゃいけない、義務があるから。<laughs> まあ、連れちけやから、ね。から私の気持ちはこうですっていうのは断言して言う。<laughs> だから、それをあんたが、なんか別にカバーしてあげて、お母さんの気持ちも分かりますよって言った解決ならんって。でもさ、本当に分かっちゃうんだよね。これ、気持ち分かる。いや、じゃあ、じゃあ、ママにも相談,相談しよう。これさ、うん、あの、私の、こう、持論じゃないけれども、うん、ポリシーじゃないけれども、うん どんなにちっちゃい子でもねどうせ分からんやろうとは思わずに、うん、ちゃんと説明をしようっていうのは心がけてるわけ、うん、で納得させてからあの次に移ろうっていうのはすごく思っててでも上の子と下の子でも全然性格は違って、うん、じゃあ A か B どっちにするって A って言ったらじゃあ自分で決めたんだからじゃあ A だからもう B はないよっていう風に言ってたんだけど、うん、下の子はさえらく頑固で A か B どっちにするって言ってもいや C だっていうようなタイプなわけよ。うん だから絶対、本当に自分が思った通りじゃないと、うんって言わないわけ、うん、でその C が、まあ、ありえないっていうか、なんか例えばだけど、もう本当に例えばだけど、うん、もう、じゃこれを買わないと帰らないみたいなぐらいのことを言ってきたりするけど、こっちはもうギャーギャー言っても、もう説明して、も今日はないからなしって言って、ギャーギャー言わせながらでも連れて帰るってしてるんだけど、そういうのに対しては、もっと説明するとかいうよりは、 っって言った方がいいわけそれいやでももう、説明して聞かんかったから、ぎゃ、うん、ーぎゃー泣いてるのに連れて帰ったわけでしょ、うん、もうそれは、がつんと言ってるのと一緒じゃない、もうだってその死という選択肢をさせずに帰ってるわけだから、うんねね、心を鬼にしてやってるわけだから、うん、あとね、うん、説明してあげることもすごい大事だけど、うん、今、この。 年で、この説明して、この子に伝わるかなって、伝わらんこともあるだん。だから、教えてあげることは、言ってあげることはいいけど、うん、もう、伝わらんかったときに、それでも分かるまで優しくは、もう全然、うちは違った。もう、ダメって言ったらダメとたい。いいわけない。金がない金がないなら、はい、お菓子100円まで。<laughs> いや、これが買いたい。もう、それは買えん。<laughs> ね、じゃあ、なお母さん5000円ぐらい払っとっただい、うん、だっあんたに、お菓子は100円までしか買えん。それ以上買ったら、お金がない。 それじゃ何も言えんとか言ったからもう断固だからバスンで切られる、ね、あでもわかりやすいねそれはそうでもそういう家庭で私は育ったから、うん、そういうママになったわけ私もまあその方がでも子供は納得するやろう、ね、そうだから逆に言うとうちのお母さんはマジでため込まん人やけん,うん、うん、もうその場その場でずっと言っとるだけどずっと口うるさいおばちゃんや <laughs> そうね、うん、あのえじゃあ,じゃあ質問、うん、その口うるさいとかねその場でため込まないとか全部言うってすごくいいことと思うし、うん、多分私はそっち寄りなのよ、うん なんだけど、言うにあたって守らなきゃいけないルールじゃないけど言う側で絶対これはしたほうがいいっていうことは何言う側でうん、例えばこその汚い言葉は使わないとかさなんか例えばだけどそのもう自分の気分でぶつけないとかさないのそういうのはいやだから自分の気分でぶつけるときはそれはだから子供が悪くないそれはダメじゃん絶対,絶対ダメよね、うん、それはうちの親もしてない私が悪いときに怒られてただけで,、うん、でも だからその自分のイライラを子供にぶつけたらそれはなんでそそうよねその八つ当たりされないとそういうのってね子供気づくけど同じことやっててもさ怒られないときとすごく怒られるときがあったらそれは混乱するよね、うん、でそれはだめ、ね、自分がイライラしちゃうっていうときは、うん、自分がもうカラオケとか行ったら。<laughs> <laughs> 自分がよ、自分がイライラするなら、発散するファッションを作るか、お風呂の水の中で叫ぶとか、そうね、でもそういう時間がいから。それ子供に当てちゃだめよ、そうね、でも子供がなんかやらかしたときに、もう毎回怒ってる自分がいらって、毎回怒ってる自分が嫌って、いや、しょうがない、もうできてないんだから、そうなるじゃんね、でもそうなじゃじゃあ怒らないんだったら、どうやったらこの子は治るかなって、じゃあ一回怒るのやめて、もう喋らんどこって、もうなんも相手せんで。 できるまでもこっちも相手せんとこって。したらなんでママ喋ってくれないのなんでお,お母さん俺の言うこと聞かんとって言われた<つ> <laughs> 自分がそれしとらんけんたいそれはうちはそれだった。それきついねー。だからその子供によっても違うだよ。どういうタイプだっ、ね、たそう、私はそういうタイプだったっけどういう怒り方が一番い、ねうん、もうかった、もう分かった。ったね、お母さん何もせんけん。 よよかよもう光る好きにして、うん、よかよか、部屋も片づけんで、よかよ、もう遊び散らかしとくと、うん、よかよかって、見捨てられたりね、見放された時にね、うん、めちゃくちゃ悲しかったの、ね。そうよね、その時にやっぱり自分からごめんって、その、なんでお母さんが怒っとるととか、そういうなんか駆け引きもあるうちのお母さんあった。あ,あ,るね、ある、私もある、それ、2歳の息子でもちゃんと分かるよ、やっぱり分かる。だから、かそれがなんだろうな、醍醐味というか、苦労するし、きついかもしれんけど、 こんなわわわわ100%で言って聞かんのやったら一回「うね、んいいんじゃないそれで」って一回弾いてみたりさうん、うん、そういうのも別にそれはいいと思うこの子に対してどうやったら聞くのかなってうんうん、うん、なんかさまあ確かにママが言う通りこの文面から読み取れるのって、うんまあ、進んでいけばもう想像の世界になっていくから、うん、いやそうじゃないっていう話になっちゃうかもしれないんだけど<う>もしかしたらこの福岡市の匿名の女性さんは あのイライラが募る原因がさ、なんかこう、子育てしていて怒る、でもなんか怒り過ぎてる自分が嫌だ、もやもやもやっていう、そのさ、自分に対するこうすっきりしない気分が、もう育児に乗っちゃってるのもあるかもしれないよね、うん、だから、イライラする部分が、なんだろう、子供じゃなくて、なんで私一人でやらないかって、そっちのイライラが募って、ねうん、だとしたら、まず子供に当たるのは違うし。うん でそういうのがあるから、自分でも分かってるから、うん、我慢しなきゃとか思ったりでもあとね、とあとは逆に、なんでイライラするかをしっかり理解するのも大事よ、ね、だから子供に対して、うん、私はここまでできた、小さい時から頭も良かったとか、小さい時から私はこれぐらいできてたのに、なんであなたはできないのっていうのは、自分物差しで喋ってるから、イライラするだけじゃない、うん、子供ってこんなもんだよねって、子供ってこれぐらいが普通だよねって、逆にその、なんだろう、思え,思える。 そっちで楽になれるというか、イライラしなくなれるんだったら、うん、見方とか目線を変えてみるのも一個の手だし、うん、なんで自分がイライラしてるのかを、まず分からなきゃいけないと思う。子供がただ言うこと聞かんけん、イライラしてるのか、えー、その子供が言うこと聞かないのが、自分が若いときできてたから、小さいときにできてる子たちばっかり見てきたから、イライラしてるんだったら、多分目,目線を変えた方がいいじゃない、うん。とか、あとはもしかしたらもう一生懸命育児をしていて、うん、もしかしたらよ、自分時間とかが全然取れてなくって、うんうん もうリフレッシュも全然できてなかったらそれは疲弊していくと思うのよだからなんかもうママが言った通りさ、うん、お風呂の中で叫ぶとかさ<由>カラオケ行くとかさちょっと自分を大事にする時間っていうか楽しいっていう時間を持った方がいいね、まあいうん、イライラも楽しいんじゃえはあもうそう思えたらいいけどねああ大変だよ今,だ今は大変今は大変そうね今は大変だけど 40、50、60になったときに、その大変な思い出しかん、しかじゃないけど、そういう思い出がやっぱり一番最初に、ね、残るのよ。笑い話になったりするのかもしれませんね。うん、頑張る私も、じゃあ、そうよ。でもまあ、本当に幸せな大変さやなとは思ってるよ、そうそう私も。もうそれが子育て、もう大変なのは子育てなんだから。だし、一人一人、個性ってあるしね、<う>状況も違うから、ね、イライラすする、る。みんなするね。 していいんでじゃあイライラはまあ多少していいってことよねでも溜め込まなくていい溜め込まないしイライラの原因が子供になくて八つ当たりってなるんだったら一回気分リフレッシュしてお風呂で叫ぶとかカラオケ行くとかして自分の心を元気にさせてっていう時間も大事ね分かった私今日お風呂で叫ぶわいやイライラしてるのあんたしてるしてる結婚してるよ家でもうなんで薬まき散らすとねとかねでもうちのお母さんは私の目の前でも叫んでたよわあ もうわ <laughs> からんもんって。<laughs> もうあん 育ったらいいとねって言われたこともあるよ <laughs> そっか、うん、でもこうやって楽しいママみたいな大人になれるってことだからねう全部全オープンお母さんはもうそうねもう我慢しないそうもう出ていくけんお母さんも出ていくけんねって言って荷物まとめて出ていく時に私の部屋開けてガラガラ「ら <laughs>。光止めんでいいとね」とか言う <laughs> そこまで全部言うのみたいな「<laughs> いや止めたら出ていかん」とっ,った止めたら出ていかんかもしれん」ってから全部言う人 <laughs> お母さん素直ね、うん、そう全部言う人でもそれがいいのかもしれませんしうちはねだからため 込むっていうのは、たぶ、うんねあの、旦那のこととかね、うん、パパ夫婦関係でため込んでたのは結構あるんだと思うね、私の知らないところでそうねでもね、私たち家族のおいてはね、ため込まなかったね。そっか、うん じゃあもう溜め込まずに普段からもう,うら、うん、ちゃんと言いたいことは言い合うそ,そうするとそうやって接すると<う>光るママのような子供が出来上がりますうそうです <laughs> それでもよければ実践してください、はい、というそれでもダメならここにつ意しきてください <laughs> いやでも福岡市特名の女性さん気持ち分かるんで応援してます、うん、とりあえず私も今夜お風呂で叫びます、はい ということで光るままのここに連れつけあなたのエピソード24時間受付中ですはアットマーク rkb-r ドット jp までお寄せください。託字と歩く25分。この番組はリサーチなし打ち合わせなし台本なしインタビューなしグルメリポートなし編集なし反省会なし予算なし八つのなしでお送りしています。 私と勝木かなディレクターの世間話を聞きながら一緒に散歩している気分になりませんか福岡の地名が出てきますよ